번호판으로 몰았다. 시켜봐. 저기 그래. 心配なことは、こうちゃんの喋りがなくなってしまうことだ。熱くなりすぎるなよ。 仕掛けた流れなんじゃない。タイヤのグリップが落ちてきて下りのコーナーでは判断が出やすい状況であることは間違いない。入り口からリアを流していけばフロントのプッシュアンダーを制御できる。一見の着地に見えたも理にかなったやりたではあるんだ。それにただでさえ狭い構造で GTR のあのでかいリアを振り出していけばそれだけでスペースを潰した十分なブロッキングになる。 道路幅いっぱいに広がったバリケードというわけだ。ここまで派手にやる予定はなかったがな。あいつがそうするなら今更後には引けねえだろうな。これはもう理屈を突き抜けた世界なんだ。誰にも批判はさせねえぜ。 全く理解できないですけど、上々のドリフトなんて星野さんの GTR も追っかけても SD も少しでもタイヤを痛まりながら走るのが常識じゃないですか。<笑>な、ハンドルを握っている当事者にしかわからないこともあるんだよ。見たものどうしてほしいんです。バカとバカで意地の張り合いを黙って見守ってやろうじゃないか。 飛躍はステージの上にいる2人なんだからな。星野幸三がドリフトを繰り出したことには理論的な裏付けがあった。
だが手つけのそれには何一つ裏付けになるのではない。言えば FR のりの一段思考よりも先に手つけの闘争心が反応したんだ。ドリフトにはドリフトと都市の構造と手つけはよく似た一面を持っている。手つけの感情むき出しのアクションが今度は逆に都市の闘争心に火をつけた。それで一気にドリフトバトルに発展していったんだろう。どちらかというとな、重たい GTR に加わり、タイヤ的には長引けば不利のことは初めから分かっていたはずだ。もうすぐそこまで来ている。ケースは絶対諦めないだろう。ゴールラインを越えるまでまだ何が起こるか分からない。Yeah.